飯うまかったぜ。それはよかった。将軍と行動していたそうだな。ああ、あのさ、その新しい傷、これか。盾の次は横とか言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。俺にかけたんだろ。荒れてるな。デルパに着いたのか。ああ、ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや出発の準備はできている。お前の方は、心の準備はできてるさ。すぐに行く。ご注文は？ああ、いいんだ。すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか？今の俺じゃ、帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは本気かどうか。回りくどいぜ。だから連絡したんだ。舐めてかかれば死ぬ。牽制ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は
誰一人としていない。危険な場所だ。だがかつてあんたは帰ってきた。ただ一人な。出発だ。仲間たちには何と言ってきたんだ。詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。できてんな。もう戻れねえぞ。盾の試練を受けに来た者へ正しく力を受け継がせるため。てぇ、これは手に殺すぞ。死しかない忠義を尽くす。諸君続いてくれ。面白い。行く。てぇ、どうだ。うわっ、くっ、でっ。共犯通りだ。グラディウラス。よく
甘い。うわあ！ギルガメッシュか。試練に何を望む？力を得る。それが望みだ。そうか。即かよ。力だけではない。強靭な肉体と精神を私に示せるのか。選ばれし王と同じよう生きる者よ。俺は世界が終わろうとしている。王と王の盾は人々の運命を背負うのだ。その資格、その覚悟なき者にはここで消えてもらうが。まだ初っ端だぜ。終わってたまるかよ。ならば進め。死に物狂いで前へ。覚悟はできてんだろう。挑戦は許されたようだな。剣聖か。そう呼ばれるに足る相手だ。退治するときは心しておけ。さて、一休みすっか。この先も気を引き締めていけ。相手は元警護隊だが容赦はないぞ。厳しい先輩方の試練か。弱いやつを盾とは認めねえってことか。弱ければ命を奪われる。身の程を知らずに試練を受けた愚か者としてだ。当時の俺はどこか弱かったということだ。生かされたってことはどこかは盾として合格したんだろう。今となっては分からん。兵器は養えたな。周囲には気を配っておけ。分かってる。はっ！おりゃ！
見事な腕だ。闇と戦うにふさわしい。だが試練を乗り越えられるか。来やがる。構えろ。くらえ。なんだ。試練の間だ。自分一人で越えてみせろ。
盾ならば何があろうと膝をつくな。力をくれたのか、ありがとな。試練は突破できたようだな。牽制に臨む前にそうして力を備えるんだ。まだ先にも試練はある。気を抜くなよ。親父は試練を受けなかったんだよな。理由が気になるか。まあな、おじけづいたってわけじゃねえんだろ。あれはあいつの意地だ。警護隊王の盾としての陛下に障壁を任せ、そのそばを離れたら自分は一体何を守る盾なんだとな。どうだ、試練をやめる気になったか。まさか、親父がそうなら俺は俺の意地を通さなきゃなんねえさ。あんたが試練を受けたのは30年前になるのか。ああ、お前よりも若かった。そして未熟だった。生きていたのがただ不思議だ。将軍もここを通ったのか。いいや、通ったのはただの生意気な若造だ。
砕き、試練の技。ああ、突破すれば新たな技を得得できる。培った力を示してみろ。
たなる時も顔を上げよ。感謝するぜ。英霊が伝えるのは古代ルッスの技だ。王の盾として的確に伝えます。今やここを訪れるのはただ愚かな命知らず。そなたもこの地で眠ることとなろう。悪いがそんなつもりはねえよ。新しきこの時代のルッスは初代王の治めた国とは違う。王に守られ平和がもたらされ民は戦いを忘れ、もはや真の王の盾なども生まれはしない。なめられたもんだぜ。見返したければ無事に試練を果たすんだな。
っと、いや、甘い。ふっせーっ、いや、せーっと、ふっ、うわっ、共犯通りだ、裏で裏す。了解、逃げましょう。最後までいくら傷を受けようと立っていられるか。二度もここへ来ることになるとは感慨深いもんだな。30年も前だろ。当時から肝が据わってたってわけだ。少し話でも聞くか。剣聖ってのはどんなやつだったんだ。覚えているのはあの目だ。相手の動きを見透かすような、いや、動きだけではなく策や感情までも。心しておけ、下手なごまかしは効かん。面白そうだ。
Thank you.